春にかけて収束に向かう可能性がある。終わっちゃう、終わっちゃう。で起きたんだけどすぐ終わっちゃう、うん、という非常に弱いエルニーニョでしかないと、はあ、いうことなんですね。そこでまあかなり大幅に方向修正をせざるを得ない。春にかけてっていつぐらいなんだろう。春というとまあ3月。年末石井アナウンサーは日頃見られない錦織選手のトレーニングを見るためアメリカスポーツ界の虎の穴 IMG アカデミーを直撃取材してきました。このアカデミーはテニスの元世界王者アンドレ・アガシ。ショットにも自信が出てきたという錦織選手、今シーズン初のグランドスラム制覇について。得意なハードで、ぜひこういい結果を残したいですし、やりやすいオーストラリアでまずはいい結果を残したいです。2人が来ると常に前向きだよ。負けってこれでいいって。なんとなくラーメン選手はカモにしてたようなイメージがあったんで、いいとこ気づきましたね。私、ラウニッチ選手の情報を持ってます。なぜならば、一緒に住んでたんだね。一緒に住んでましたね。で、ラウニッチ選手の俺らさんと一緒です。おい、はい、ユンケル。風邪で弱った体に実感、ユンケル。さあ、今日さあ、いよいよ来週月曜日から、はい、そこですよ。楽しみですよ。わけなんですが、このグランドスラムの一つです、はい、賞金も過去最高額です。クロスを上げて逆サイド、森山倒された。ここは前橋シーズンよく守った。さあ、11番の坂本から中へ、13番の吉永、スラリングタックルは3番の岩。ボールを奪った星稜、フェデラシンクロスを上げて